それでは2020年の生物移行学2の講義始めていきたいと思います。この講義は毎年少しずつ違うテーマに基づいて違う内容で講義を進めています。でただ一貫して通っているテーマというのが医療機器の研究開発です。ただその医療機器の研究開発という一つのテーマの中である時にはかなり応用的な部分というのを狙っていくこともあれば、ある時にはもっと原理に基づいたところで、さらには全体像を見ていくというようなこともやっています。で例えば一昨年までというのは医療機器としての OCT 光コヒーレンストモグラフィーという装置をテーマにして、それを基礎研究から実際に医療機器にしていくまでの間全体の流れのケーススタディというのをやっていました。これがまあ3年ぐらいかな、このテーマでやってきました。でこの中では例えば医療機器というのが社会的にどういう意味を持っているのか、でさらに計測対象であるこの場合光コヒレンストモグラフィーの場合目というのが主な計測対象になるんですが、その目の構造と病気というのはどういうものがあるのかというのを理解する。でさらにその光コヒレンストモグラフィーの原理になっている光干渉と光計測というのを基本的なところを理解した上で、最終的に医療機器としてものとして形作っていくためのインストゥメンテーションというものの話をしてきました。でさらに最終的にはそうやって出てきた装置、技術ですね、それをどういうふうに社会化していくのかっていうのを2つの視点で見ていくというのをやっていました。でそのうちの2つの視点の1つが、直接的に社会化する、つまり医療機器製品として世の中に出していくにはどうしたらいいか、どういう流れを取っていくのかということ、もう1つがアカデミアとして、研究成果というのを社会化していくにはどうしたらいいのかというので出版ということを見ていきました。で特に論文の、構造解析、論文の目的論、価値論ですね、でさらに最終的に論文をどう組み立てていいのかというのを見ていくというのが、まあ、一昨年までの内容で、これは正直、広く浅く全体を見ていくというような講義でした。で昨年はだいぶそれを揺り戻しまして、原理の部分ですね、光コヒレンストモグラフィー、光干渉を使ってどうやってトモグラフィーを取っていくのかという原理の部分をかなりそこだけを深掘りして丁寧に見ていきました。で今回は、昨年かなり細かいところをやったので、今年は一気に基礎的でかつ一般的なところまで遡ります。それがテーマというのが考える技術、書く技術、読む技術というこの3つです。つまり研究を進めていくためで、アカデミアとして研究を進めていくためで、ために必ず必要になる技術、そしてこれが実は、研究自体、あらゆる分野の研究自体の根本なんですよという、この3つの技術、考える技術、書く技術、読む技術、これを今回は丁寧にやっていきたいと思います。でまたもしOCT の光コヒレンストモグラフィーの原理の細かい部分、これ僕これも勉強したいんですという方がいれば、僕自身安野まで、マイクロソフトの Teams かメールなんかで、連絡をください。我々の研究室でやっている OCT 初心者用の光コヒレンストモグラフィー初心者用のゼミというのの録画がありますので、興味のある方にはそちらのリンクをお送りさせていただくこともできます。まあ、いずれにせよ今回の授業では、だいぶ生物移行学というテーマから一般化してしまうんですが、僕自身が今皆さんに一番知っておいてほしいことということで、研究を進めていく上での根幹になる考える技術、書く技術、読む技術というテーマで進めていきたいと思っています。それでは、考える技術、書く技術、読む技術の第1回の内容に入っていきたいと思います。この内容に入っていくんですが、実はこの内容自体、これをどう理解していくかというところとも相まって、まずこの授業をどういうふうに聞いてもらうのがいいかという説明をしたいと思います。まず、一つ目のポイントというのは、板書。板書って言い方あんまり良くないかな。やっぱやめましょう。板書ではなくノートですね。ノートを作りながら読んでください。で、今板書っていうのを消したんですが、なんで消したかっていうと、ノートっていうのは板書の丸写しではありません。できるだけ自分で理解してそれを、自分なりにまとめながら理解してまとめながらノートを取る。ちなみに第1回目のレポートっていうのは今回この第1回の内容を自分なりにノートでまとめてもらった、ノートを取りながらこれを聞いてもらった、そのノートを写真を撮って送ってもらうというのでレポートにしたいと思っているので、これしっかり撮ってみてください。
でまた、ノートを取るときには、さっきもちょっと言ったことの一部繰り返しになるんですが、板書の丸写しではなく、僕自身が言っていること、それをもとに自分が理解したことっていうのを言葉でまとめて書くと。なので、言っていること、これを理解して、で、その上で自分の言葉、これはできれば文章、きちんとした文ってことですよね。キーワードのメモとかではなくて文として書くと。この文として書くっていうのが実はいろんなものを理解していくののポイントになるので、文として書くというようにしてください。でこれが実はこの講義の中でも一つ肝になってくる要約っていう、要約をしながら物事の本質を理解するっていうのの基本的なトレーニングになりますかな。ではその上で今回の講義の狙いというのを説明していきたいと思います。まずこの講義の中でここから先どんどん出てくる話なんですが、何かを説明するためには僕が説明する人が何を狙ってどこに読者を連れていこうとしているのかというのを聞いている人を連れていこうとしているのかというのを明確に最初に明確にしておくということが重要になってきます。ですのでまずこの講義でもその考え方を踏襲して、最初に講義の狙いというのを明確にしましょう。でこの講義の狙いなんですが、どこから考え始める、この講義の狙いを皆さんに伝えるにあたってまずどこから始めていこうかというのを考えました。でこのスタート地点というので、実はこれは僕内容を説明しつつすでにある程度この先、話していくことの実践というのをここでやっています。なのでこの講義自体が書く技術、考える技術、読む技術というこの3つの技術の例になっているというふうにも考えてください。でまず今講義の狙い、最終的に我々がどこに行こうとしているのかというのをみんなに伝えようとしています。でこの狙いを伝えるための最初のスタートポイントとして我々が、取るべきというよりは取るとみんなに多分分かりやすいかなと思うのが、みんなも聞いている方も納得するような疑いのない点、そこをスタート地点にするということです。そのみんながシェアしている情報とか考え方、何の疑いもないところ、そこからスタートして、伝えたいところ、最終的なところに連れていくというのが書く技術というのの基本になるんですね。そのためには、その書く技術、書いている文章というのを書いている本人、例えば今だったら僕自身がどういうふうにものを考えているのかというのを客観的に理解する必要があります。でただそのどうやって客観的に理解するかというのはこれから話をしていくところなので、まず入り口、みんなが納得のいく、特に議論の余地のないところからスタートしていきたいと思います。でそのスタート地点というのは、今回の場合は研究、違うかな、研究というのは後で出しましょう。今回の場合はまず僕がみんながなんとなく納得しながら進められるだろうというところで、ここです。アカデミアとインダストリーの違い。例えば、みんな大学でこの先、例えば大学院に残ってずっと進んでいきたいという人もいれば、会社に入っていろんな技術的な仕事とか、もしくは、企画みたいなのも含めて技術じゃない仕事をしたいという人もいると思います。でよく聞かれるのが、皆さんは進学したいですか、それとも就職したいですかというふうな質問をされると思うんですが、まずその質問自体はあんまり意味がないよね。例えば今みんなが修士の学生だとして、そこから先進学するっていうことはもう奨学金を取ったり、もしくはグラントで雇用されたりしながら就職するっていうことと変わりません。ですのでどっちにしろ就職なんですよ。でじゃあ、さっきの皆さん就職したいですか、就職に興味がありますか、それとも進学に興味がありますかって質問は、実は正しく言うとアカデミアに興味がありますか、インダストリーに興味がありますか、アカデミアでキャリアを積んでいくことに興味がありますか、それともインダストリーで、キャリアを積んでいくことに興味がありますかって質問だっていうことになります。なのでこのアカデミアとインダストリーどう違うかっていうのを考えるところから始めたいと思います。これは、こういう言い方はしてなくてもみんなも
今まで何度か無意識のうちでも考えてきたことだと思うので、この部分を考えていくっていうところからみんなと同じスタート地点でこの講義のものの考え方を進めていきたいと思います。で、じゃあまずアカデミアとインダストリー、どういうところで違いが出るんだと思いますか？例えばみんながこういうところかなって漠然と思うのは、例えばね、研究と開発、例えば研究をするのがアカデミア、つまり大学で、開発をするのがインダストリー、つまりメーカーですよっていうふうに考えている人もいると思います。でもこれそうじゃないよね。例えばメーカーにも研究所というのはあります。 OK。 なんでこれ実は研究っていうのはメーカーでもアカデミア、大学でも両方でもやってるわけです。で、じゃあ開発っていうのはメーカーでしかやらないから、開発をするかどうかっていうので、メーカーかアカデミアか、インダストリーかアカデミアか分けたらどうですかっていうふうに考える人もいるかもしれません。でもこれも違うよね。例えば開発研究ってどうなの？つまり物を作っていく、開発していく、そのことそのものを研究の対象としたり、さらに基礎的なところから進めて、実際使えるよう、ある程度使えるようなものを作って、でさらに僕たちみたいな医療機器を作ってる人間、研究している人間からすると、ある程度作ったプロトタイプを病院に持って行って研究の中で使う、それも一連の研究なんですよね。でも、それはある視点を変えてみると開発とも言えると。なので、僕がここで言いたいのは、研究と開発という視点ではアカデミアとインダストリーというのは分けられないんですよ。ここでは分けられない。で、この2つはともに、特徴として言えるのは知識を生産しているっていうことです。開発の場合には知識だけではなくて実際のものも作っていきます。ただ物を作るっていうことは、そもそもその物を作るための知識を生産しつつやらないといけないので、知識の生産と物の生産というのは基本的には分けられないんですね。本当のなんていうか、全部生産プロセスができた上での量産、量産プロセスを作るのは実は知識の生産なんですよ。ただその先決められたルーチンに従ってちゃんちゃんちゃんと進めていくっていうのは、まあかなり純粋に、物を作っているというふうに言えるんですが、そういう特殊な例を除くと基本的には知識の生、研究も開発も知識の生産です。で、じゃあアカデミアとインダストリーっていうのは両方とも知識を生産してるってことなんですよね。だから例えばメーカーなんかが特許をたくさん書いてるってのはまさにそうやね。特許っていうのは知的財産、つまり知識自体を財産として考えているものです。なので、アカデミアとインダストリー、一つ目のポイント、アカデミアとインダストリーっていうのは研究と開発では分けられない。二つ目のポイント、この研究と開発、これは共に知識を生産している。ということはつまりアカデミアもインダストリーも一つの仕事として、一つの重要な仕事として知識の生産というのを行っているということです。では、じゃあこの知識の生産という、両方ともここに行き着いちゃうんで、この考え方から、この研究と開発というこの考え方からはアカデミアとインダストリーというのは分けられないということが分かりました。じゃあアカデミアとインダストリーどう違うのか、でそれを考えるためにアカデミアを特徴づけるのは何なのかというのを考えてみたいと思います。で、これは、もう天下り的に答えを言ってしまいます。そうか、アカデミアを特徴づけるっていうと結構みんな今までいろいろ、例えば大学って一体何なんですか、まあ、さっきと同じ質問ですよね。大学における研究、例えば大学っていうのは一体何なのか、学問とは何なのかかな、アカデミアだから学問とは一体何なんですかっていうのを、まあ、今まで考えたことある人いると思います。で、それを例えば今までだったら基礎的なことをやるのが学問で、
応用的なものをやるのは、例えばインダストリーですというふうに考えた人もいると思います。でもそれはさっき否定したよね。研究っていうのを基礎的なものだと考えて、開発っていうのを応用的なものだと考えると、それではアカデミアとインダストリーっていうのは分けられないっていうのがさっき説明したポイントでした。じゃあ、またやっぱり同じ疑問に戻ってしまって、アカデミアを特徴づけるのは何なのか。これ実はかなり、難しい問題で、割と研究者をやってる人でも明確にこのことを考えた人というのは割と少なめです。まああんまり考えることに意味がないっていう場合もあるんやけど、僕自身はこれ何なのかなっていろいろ考えてました。でいろんな答えがあって、僕自身もいくつかの答えを出してみたんですが、その中で一番僕の中で、しっくりくるのがアカデミアというのを次のようなものとして考えることです。それはアカデミアとは文献批判によって知識の集合的な生産を行うことです。アカデミアとは文献批判によって知識の集合的な生産を行う。でここでキーワードになるのがこの文献批判というの と、集合的な生産です。で特に今僕が注目してほしいのはこの文献批判というところです。文献批判で知識の生産を行う、集合的な生産を行うというのはどういうことなのかというと、つまり一言で言えば、例えば学会発表したり論文を書いたりするということや。でただ学会発表とか論文というと外に対して発表するというのがメインになるんですが、ただ自分自身に対して、文献を作ってそれを客観的に批判していくということで、さらに知識を高めていくっていうのもこのアカデミアの特徴になります。でじゃあ自分自身に対して書く文章っていうのは何なのかというと、例えばノートですよね。ちょっと書いてみようか。指摘な部分があって、公的な部分がある。でそれぞれ文献って何なのかというと、一番指摘なのは例えばノートです。ノートとかメモランダムってやつよね。で一番公的なのは例えば、ジャーナル論文です。で、さらに学会発表っていうのも入るよね。もう少し、指摘になるかな。ジャーナル論文というのはかなりフォーマルに出版するので、学会発表というのはもう少し、カジュアルなものになります。で、ノートっていうのは基本的には自分自身で、こっちのね、これね、このノートっていうのは基本的には自分自身で見ているものなんですが、それを例えば、1週間に1回とか数週間に1回ぐらいグループ研究グループの中で発表すると思います。でそれが何なのかっていうとレポートですよね。内部、レポートで学会発表があってジャーナル論文で、これ全て文章を書く。学会発表っていうのはスライドなんだけど、口で、言葉で説明するっていう意味ではある意味文章を使って、自分の考えていることを表現していくというプロセスです。なのでこの学会発表っていうのも文章の中に入れます。でそうすると結局アカデミアというのはすべからくいろんな段階の、文献、ノート、レポート、学会発表、ジャーナル論文っていうのを繰り返しながら、徐々に徐々に知識を他の人間からどんどん集約していくプロセスだというふうに言えると思います。でちなみにこの他の人間というのには実は自分自身も含まれるんですよね。過去の自分と今の自分というふうに考えていくと、自分自身が客観的に、自分自身の作った文献、ノート、レポートというのを客観、さらには論文自体も客観的に後で読むことによってさらに新しい知識を見つけていくということをやります。で、この今のこの部分の版書をまとめましょう。アカデミアを特徴づけているのは文献批判です。文献批判という、技術を使って知識を生産していくというのがアカデミアです。なのでこの文献というのをどう作っていくか、つまりどう書くか、でそのどう書くかっていうのを考えるため、理解するためには、どうやってそれを考えながら、ものを考えて、整理して書いていくんで、
どうやって考えるのか。でさらに、人の考えたこと、つまり考えて書いたことっていうのをどういうふうに身につけるか、つまりどうやって読むか。考える、書く、読む。この3つがアカデミアたらしめている特徴である文献批判を成立させるための3つの基本技術ということになると思います。で、その上でね、この授業去年までは最初の冒頭で説明もしたんですが、いろんな技術的な細かい話で、さらには、基本技術というのを医療機器にしていくためにはどうしたらいいかという全体のケーススタディみたいなこともやっていました。でその中でいろんな学生さんと話をしたり、また自分自身の研究室とか他の大学の学生さんなどと話をする中で、今、まだいろんな研究者で研究者の卵である学生さんというのに足りないものがあるというふうに感じ出しました。で、それがおそらく僕の中では今教えるべき最優先事項だろうというふうに考えてこの授業を構成したわけです。それが、書く技術、読む技術で、さらに考える技術ということです。これ今まとめてみましょう。今足りないもの、まず、僕自身がいろんな人と主に学生さんなんですが、話していて感じるのは、論文教科書が読めないっていうことです。で、みんな特に日本人の学生さんだと論文っていうのが英語の問題で読めないと思ってる人がいると思うんですが、実は語学の問題っていうのはそんなに難しくはないんや。特に20代前半の君たちぐらいの年だと 2,3 ヶ月あれば英文でものを読むっていうのはすぐに慣れてしまいます。でただ論文とかを読んでいまいち理解が浅いんじゃないかって思うとしたら、それは英文の問題じゃなくて、そもそも文章がきちんと読めない、いわゆるリテラシーってやつですね、に問題があるっていうふうに考えた方がいいと思います。でそれは実は母語、例えば君たちの場合だったら日本語で読んでも同じようにそういう問題があるというふうに考えた方がいいと。でじゃあどうしたらいいかということなんですが、読み方にはコツがあります。でところがこのコツっていうのを、なかなか教えてもらう機会っていうのがないんですよね。なんとなくこう読むっていうのはもうひたすら数をこなして読み続ければいつか読めるようになるっていうふうになっちゃってるんだけど、いくつかコツがあります。でもちろん数をこなして読まないと読めるようにはならないんだ、それはもう大前提です。ただそれと同時に、どういうふうに数をこなしていけば読めるようになるかっていうのがあります。この両方がいります。で数をこなすっていうのも非常にシンプルで、読んでってもらうしかないところなんで、そういうふうに、進めていってもらえばいいと。でただそれと同時にある程度コツを理解してくださいということです。でもう一個、テクニック的なコツに加えて、根本的な読むときの、重要なポイントというか、まあ、これも、もう少し抽象的なみたいなコツかなっていうのがあります。それは何なのかというと、書いている人、書く人の思考パターンを理解する。ということです。なので書いている人がどういう意図でこれを書いているのかっていうのを理解しながら読むことで、初めてその人の考えを理解することができるわけ。今同じこと言っちゃったね。ことで初めて文献を理解することができます。なんでか。なぜなら我々が興味があるのはその文献に何が書いてあるかって直接的なことではなくて、書いている人がそもそも何を考えているのかっていうところに興味があるからです。そこがいわゆる研究者の思考ですよね。研究者の思考を理解したいから読んでるわけであって、ただ文字の意味を理解しようとして論文を読むわけじゃないわけ。なんで書いてる人の思考パターン、思考というのを理解する、思考パターンじゃない、ね、思考を理解する必要があります。でそのためにはある程度思考パターンっていうのを理解すると思考が理解しやすくなるということです。でこの書く人の思考をどうやって理解する、
どうやったら理解できるようになるのかというところで、じゃあどうするのか、書く技術、自分で書けるようになれば書いてる人のことも分かるようになるんじゃないかってことが出てくるわけ。なんでこれつながってくるんですよね。書く技術っていうのが出てきます。まず、最初ここが読む技術、これが書く技術です。で、書く技術っていうのは一言で言えばどうやって分かりやすい文章を書くにはということです。で、そのためにはこれ実はまたループに陥っちゃうんですが、分かりやすい文章を書くには読む人の考え方を理解する必要があります。で、結局ここ読む技術っていうところに戻ってきちゃうわけ。で、この2つ、読む技術と書く技術、読む技術、これですねっていうのと書く技術っていうのは、なのでこうぐるぐるループしてしまいます。で、ただ、ループしていることを意識しながら読んで書いて読んで書いてっていうのを繰り返していくことで、きちんと自分でも例えば科学技術文書っていうのは書けるようになってくるし、科学論文っていうのもきちんと読めるようになってきます。で、この書く技術っていうのには読む技術とはまた違うところとリンク、一箇所リンクしている部分があります。それが、考えるということ。つまり分かりやすい文章を書くためには明確に論理的に考える必要があります。で、ここで、考える技術っていうのが出てくるわけだ。で、実はこの考える技術、明確に考えるっていうのは明確に読んでいる人間が、書いている、例えば僕たちが何かを読んでいるときにその論文を書いた人がどういうふうに書いて考えたのかっていうのを理解していく、それが読む技術だったよねっていうところでもやっぱり考えるっていうのが出てくるので、この考える技術っていうのは実は読む技術にもリンクしていて、書くそれは、かつそれは、考える技術にもリンクしていると。この3つというのは完全に三つどもえでリンクしているということが分かってきます。で、その上でじゃあ考える技術、具体的には、どういうふうに身につけていくのかというのを説明します。考える技術、3つ目の技術ですね。この考える技術というのはまず、一つの特徴というのに注目する必要があります。人間は言葉で言葉に、自分の思考を言葉にすることで考えます。ぼんやり感じるっていうだけではなくて、理性的にものを考える時っていうのは人間はかなり言葉という、それ自体が道具なんだけど、技術であり道具なんだけど、その道具を使うことになります。なので、考えるためにはきちんと言葉にする必要がある。なので結局書く技術っていうところにたどり着くわけです。で、もう一つが、きちんと考えるためには人の考えたこと、考えを批判的に、で、批判的に言ったらあんなんダメですよっていう批判するって意味ではなくて、クリティカルに、つまりきちんと相手の、言っている論調なり理論というのを理解して、で、その部分に隠れている前提は何なのか、そしてこことここの理論には矛盾があるとか、こことここっていうのはこれを前提としてて、逆にこっちとこっちっていうのは別のことを前提としているとかっていう論理構造自体を分析しながら見ていく、批判的っていう言い方するとちょっと分かりにくい、批判するっていうとなんかすごく日本語だとネガティブな意味合いがあるんですが、それよりは分析しながら読んでいく、人の考えをきちんと分析するっていう、分析するっていう言い方がいいかな。そうか、じゃあここちょっと戻るね。人の考えを批判的に読むことで考える。やっぱ考えるっていう、そういうことができる必要があります。考える技術っていうのは、まず、この、スライドのところまとめるね。考える技術っていうのは2つ、大きな構成要素があります。
一つが言葉にしながら考える、つまり書く、考えるために書く技術で、もう一つが人の考えを批判的に読む、つまり分析するする技術です。なので人の考えを分析してきちんと理解した上で、その上に乗っけていく、つまり例えば研究でも思考でも独りよがりなことをパー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 言ってるだけでは全然評価もされないし、このアカデミアの本来の目的であった、こっちはね、集合的な生産っていうところに、知識の集合的な生産、この集合的っていうところにつながらないわけです。なのでそのためにはきちんと人の考えを読んで、それを分析的に理解して批判していく、きちんとクリティックしていくということが必要になります。でそれ自体が実は集合的に考えるっていうことになるわけなので、考える技術っていうのは書く技術と読む技術、この2つによって支えられていると。でそうするとさっきのスライドでもちょっと頭出しした、読む技術っていうのが多分みんなが一つ欲しい技術だと思うよ。でそれは書く技術と密接に関連していて、でかつ、読む技術、書く技術っていうのを身につけるためには考える技術というのが必要です。でただこの考える技術というのは、その中で書く技術、読む技術を使っていると。なので結局読む技術、書く技術、考える技術というのはこう三つどもえの関係を作ってぐる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 回っているというのが、僕自身がこの講義で使っていくものの考え方、アカデミアっていうのをどう理解するかっていうモデルになっているわけです。こういうふうな考え方に基づいて今回の講義では、読む技術、書く技術、考える技術、それぞれをみんなに身につけてもらうというのがこの講義自体の狙いになります。その上でそれらの技術を教えていくための一つの指針として、いくつか教科書を使っていきます。でそれをまず紹介しましょう。まずメインで使う教科書というのがこれです、これですね、バーバラ・ミントという人の書いた考える技術、書く技術です。でこれはこの教科書自体は、なんというかビジネス文章を書くための教科書なんですが、この教科書を読んでいきながらそのポイントをつかんで、この技術をどうやって科学論文を書くのに使うのか、科学的論文だけじゃないですね、さっき出てきたレポートであるとかノート、レポートで学会発表、そして科学論文という科学文章を科学文章を書くのにどうやって使っていくかという話をしていきたいと思います。ちょっとこれ文字が小さいのでここ書いておきますね。バーバラ・ミントの、考える技術、書く技術です。で、これは新版というふうに書いてあるんですが、日本語版は新版、第2版をベースにした新版というのが出てます。でただ英語版ではもう一個新しいサードエディション第3版というのが出てます。でタイトルがいわゆる考える技術、書く技術というタイトルではなくて、英語版はこれですね、ザ・ピラミッド・プリンシプル・バーバラ・ミント。でこれもよければ Amazon なんかで買えるので、ぜひ見てみてください。でこの教科書で使うのは、メインの教科書として使うのはこの、考える技術、書く技術です。でなくてもある程度この講義聞いていってもらうことはできるんですが、できればこの教科書は買って自分で一度読んでみると面白いと思います。でこのバーバラ・ミントの考える技術、書く技術というのは考える技術というのをベースにして書く技術というのを説明しています。主にまず書く技術を説明しながら、その中で同時に考える技術を説明しているんですが、それに加えてもう一個の我々の視点である読む技術というのを考えるための教科書というのを紹介しておきます。教科書というのは参考書ですね。これが一つがこの論文の書き方、沢田明夫という人です。ちょっと字が潰れているので上に書きますね。沢田明夫さんの、論文の書き方です。でこの沢田明夫の論文の書き方っていうのはこっち、これもそうですね、講談社学術文庫というシリーズに入っているんですが、この講談社学術文庫、常に新しいのがどんどん出ている中で、この論文の書き方というのはかなり昔に出て、ずっとその後再版が続いています。なのでかなり名著なんですね。でこの中の、1つ2つ章を割いて、どういうふうにして論文を読むかという話をしています。
で、このそのどうやって論文を読むかというこの論文の書き方の中で書かれている章、この章の元ネタになっているのがまるっと一冊そのことを書いてあるこの本を読む本、これです。でこの2冊の本というのはこの授業のためだけではなくて読むと必ず役に立つので、よしもしよければぜひ読んでみるようにしてください。アドラー、 MJ アドラーの本を読む本ということです。で、ちなみにこの本を読む本というのは読む技術に特化した教科書なんですが、もともとが哲学書、哲学者がどういうふうにして哲学書を読んでいくかっていうところ、そこを視点にして書かれているので自然と考えるということもこの中に入ってきます。でもう一つ僕自身こちらの教科書で面白いなと思うのは、これタイトルは論文の書き方というふうになっているんですが、実際にはこれいわゆる文系の論文を書くための方法論なんですね。で文系の研究の中で文献研究に基づいて論文を書く方法なんですよ。なんでこの論文の書き方きちんと読んでいくと、文献研究で論文を書く方法と僕たちがやっているような実験系の研究というのを対比させながら読んでいくと、実はこれ自体が、どうやって研究を構成していくか、我々なんかの実験研究をしている人間にとってもどうやって研究を構成していくかっていうヒントとして読むことができます。で僕自身はかなりこれ参考にして自分の研究のスタイルというのを作ったので、もしよければ皆さんもそういう視点で見てみてください。でこの2冊が、読む技術の教科書ですね。読む技術の教科書です。この2冊両方です。でその上でもう一つ考える技術、考えをまとめていく技術っていうのはこの前に紹介したこのメインの教科書、考える技術書く技術、これですね。ここでも、よく触れているんですが、それとはまた別に、別にというか関連してものをどうやって考えていくのかというその考える本当に何ていうか技術ですね、本当に技術したツールという部分があります。でそれは名前で言うと何ていうかというと論理学という分野になります。でこの論理学、もしくは論理的にものを考える方法、もしくは論理的に文章を読む方法、この2つが身についているとかなり研究なんかでも冷静にいろんなものが的確に進めていけるようになります。なんでこれはこれで、いくつかこの講義のシリーズの中で補足しつつ出していこうと、でその補足しつつ出していく中で使っていこうと思っている教科書があります。それがこの3つです。まず、論理学とか論理的にものを考えるっていうのの全体像を見るためには僕はこの教科書がおすすめです。近藤白田学校かな、近藤吉波の、論理学入門、これは岩波全書というのに入ってます。そんな高い教科書じゃないんですが、これ一通り読むとかなりその論理的にものを考えるという技術は身につくと、身につくという、論理的にものを考えるための技術がどういうものなのかというのを理解できると思います。でその上で実際に論理的に文章を書いたり、かつ、論理的に文章を読み解くっていうためにはトレーニングが必要です。でそのトレーニングでおすすめなのがこれです。論理トレーニング101題、野谷茂樹という人です。で、これ101題いろんな例文が出てきて、それを読み解いていく中でそれぞれの例文の論理構造を読み解いていくというトレーニングをしていくという教科書です。でこれ一冊やるとかなり力がつくので、よかったらこれもやってみてくださいということです。でその上で論理学っていうのに興味を持ったら、論理学自体を学問として全体を概観してみようというので、この同じ野谷茂樹の書いた論理学という教科書、これもおすすめですということです。以上でだいたい総合的に全体を俯瞰するための教科書、これですね。でもう一つ読む技術の教科書、そして考える技術の教科書というのを出してきたんですが、書く技術というのはこちらの考える技術書く技術総合教科書の中でもかなり丁寧にやっていきます。ただそれとは別に具体的に科学論文を書くためのハウツー的な方法論というのがあります。でそれを元にして何本か自分なりの論文とかレポートを書いてもらうと分かるようになるかなと
いろんなものが身につくかなと思うんですが、それが、これは僕自身がネットで公開している教科書があるんで、それがおすすめです。これが各技術の、かなり具体的な部分ですね。カードベースドメソッド for scientific paper writing というので、これで、検索してもらえれば、あのヤスの、こっちかな、ヤスのという僕の名前と、カードベースドメソッド for scientific paper writing というので検索してもらえればすぐ出てくると思います。またここ URL が書いてあるので、この URL 直接開いてもらっても、ここに行くことができます。で、 PDF へのリンクが貼ってるので、これも、あのもし、みんなが論文を実際初めて書くというのであれば、ぜひ読んでみてください。で、そうじゃなくても、あのこの講義の中で何回か課題で実際に書いてみましょうというのが出てくるので、その時もこれ参考にして書いてもらえればいいんじゃないかなと思います。それでは、この講義の具体的な内容、より具体的な内容に入っていきましょう。で、この講義は基本的に、特にこの講義の前半は基本的にはこの教科書、総合の教科書ですね、考える技術、書く技術、これを、読みながらものをどうやって書くのか、でそこを、起点としてどうやってものを考えていくのかというのを解説していきます。で、この教科書、日本語タイトルはさっきも説明したように考える技術、書く技術なんですが、英語版のタイトルは、The Pyramid Principle というふうになっています。で、それはどういうことなのかっていうと、この教科書の中で提案している文章の書き方というのが思考のピラミッドモデルというのに基づいているからです。ではそこを踏まえた上で、今日の具体的な内容、特にこの教科書の第1章ですねの内容に入っていきましょう。と、第1章、ミントの教科書の第1章、なぜピラミッド構造なのか。で、これいきなりなぜ、ピラミッド構造なのかと、当然のようにピラミッド構造が出てきているんですが、具体的には、あの今回の授業ではそもそもこのピラミッド構造ってのは初めて出てきたので、ピラミッド構造の文章とは一体何なのかと、ピラミッド構造の文章とはという話をしていきます。なんで、文章をピラミッド構造にするっていうことに対するイントロダクションだと思ってください、今日の授業は。で、さらにこのピラミッド構造の文章で、ここでいう文章とは実はもうほぼほぼ思考という言葉と、入れ替えて考えることができます。つまりピラミッド構造の文章とは一体何なのかというのを考えるっていうことは、思考をピラミッド構造にしていく、もしくは思考そのものが実はピラミッド構造なんですよということを理解していくということになります。それを理解することによって、ピラミッド構造の文章とは一体何なのかというのをきちんと理解していくということになるわけです。で、そもそもなぜミント、このバーバラ・ミントという作者はピラミッド構造というのに注目したのかというのを考えてみましょう。なぜピラミッド構造なのか。で、これは、僕がこの教科書を読んで理解したところだと一言で説明します。説明できます。で、それは少なくともミントが考えているモデルでは、人が物事を理解するときには頭の中でピラミッド構造を作るからです。書いておきましょう。人が物事を理解する、理解っていうのが実はポイントなんですが、一応下線を引いておきましょう。理解するときには頭の中でピラミッド構造を作る。で、ここ今理解っていうところに下線を引いたよね。で、これなんでなのかっていうと、実は人間がものを考える、あの自発的に新しく考えを作り出していくときには必ずしもピラミッド構造ではないんですよ。ただ自分が一回考えたことをもう一回今度は自分で考え直して理解するっていうときには、実は人間、あの第2段階の話として
つまり理解する、自分の考えたことを理解する段階の話としてピラミッド構造を作ります。で、この思考モデルっていうのに立ってこれからこの授業話をしていくので、なぜ一番最初に重要なのは、なぜそもそもピラミッド構造なのか、この思考モデルに基づいて理解していくので、この授業の中ではピラミッド構造というのを、中心にものを考えていくということになるわけです。で、その上でじゃあもう少し具体的にものを考えてみましょう。今ピラミッド構造っていうのはそもそも何なのかっていうのを説明もしてないので、なんとなくうーんという感じになってると思うんですが、そこを理解してもらうためにもう少しみんなの経験と照らし合わせて、確かになんかそういうことってありますかねというところから、そこまで引き戻して話をしていきたいと思います。で、じゃあそれどこまで引き戻して考えるのか。まず、疑問点ですね。みんなが書いた文章っていうのは、例えば他の人に見てもらって、いやこれ分かりにくいですよみたいなことを言われることがあると思います。それが何でなのか。文章が分かりにくい理由、どうして、ある文章があって分かりにくいとしたら、それが何でなのか。で、これは一言で説明するとこういうことです。書き手の考えの並べ方が読み手の頭の中の理解プロセスと合っていない。ということです。ここでポイントになるのが、一つが、書き手の考えの並べ方っていう部分、この線を引いたところですよね。これともう一つ、読み手の頭の中の理解プロセスというところです。で、これでさっきのところに戻りましょう。僕ここの一つ前の板書で説明したのが、人が物事を理解するときには頭の中でピラミッド構造を作る。で、これが人が物を考えるときには頭の中でピラミッド構造を作るって言ったわけではなくて、あくまでも考えた、自分自身が考えたことも含めてそれを理解するときには頭の中でピラミッド構造を作るというふうに説明しました。で、それを別の言い方で見ていくとこういうことなんですよね。書き手は物を考えながら書いていくわけです。ただ書き手が物を考えるときには必ずしもピラミッド構造は作ってないんですよ。で、よくやっちゃうのが、思いついたまま、考えたままの流れで書いちゃうんですよね。で、ところが読み手が何かを理解するときには、読み手だけではなくて、実は人間が何かを理解するときには常にピラミッド構造というのを作ります。このピラミッド構造っていうのが何なのかっていうのは後で説明します。理解のプロセス、それのモデルがピラミッド構造です。で、つまり読み手、そうか、もう少し違う言い方をしようかな。人間が物を理解するプロセスというのと、物を考えるプロセス、書き手のプロセス。理解するプロセスっていうのは読み手のプロセス、考えるプロセスっていうのは書き手のプロセス、この2つというのは実は違うんですよね。で、ところが、慣れてない書き手、著者っていうのは考えた流れのままそのまま書いちゃうんや。で、そうするとそれはそもそも人間が物を理解するための流れとは違うから、結局読み手の頭の中の理解プロセスと不整合が生じて、読んでる方はちんぷんかんぷんですということが起こります。で、そうするとじゃあいい文章、分かりやすい文章を書くためにはどうしたらいいかっていうのがここから見えてきます。具体的にどうやるかというのは別として、方向性はもう簡単ですよね。つまり、人間が、読み手が情報を理解する、情報を認識していくパターンというのを把握した上で、それに合わせて書いていけばいいということになるわけです。じゃあここで、注目するべきことっていうのは、そもそもじゃあ読み手、人が情報をどのように理解するのかということです。人が情報を、間違えた、情報ですね、情報を
理解、これは実は、もう少し広げて考えると認識という言い方をすることもできるんですが、認識するパターン、これを理解して、人が情報を理解認識するパターンというのを把握して、それに合わせてものを書いていくというのが重要になると。じゃあそもそも人が情報を理解する認識するパターンというのは一体どういうものなんでしょうか。でこれが一言で言うとグループを作ろうとするということです。概念のグループ、もののグループ、概念のグループを作ろうとするということです。で、じゃあグループどうやって作るのかっていうと、人の頭は、様々な要素、各要素の議論の要素なり、話題の要素ですね、要素の共通点を見つけて、人の頭は各要素の共通点を見つけてグループを作ろうとします。でさらに、まずこれが1個目のポイントや。で2個目のポイントは、さらに人の頭はこのグループを階層化していきます。階層化っていうと分かりにくいかな、段階化、階層化ですね、階層化していきます。で例えばちょっとまあ一般的な例すぎてちょっと分かりにくいかもしれないんですが、一つ例を出してみましょう。例えばここにぶどう、みかん、りんご、ミルク、チーズ、バターというのがあったとする。でこれ例えば 1,2,3,4,5,6 6個、いろんな名前が出てきた、概念ですよね、が出てきました。でこれをそのまま6個をそのまま理解しようとしても人間なかなか難しいわけです。なんでこれを人間の頭の中はなんとなくこれを見ていてきちんと理解していくためにグループを作ります。共通点、これらの、例えば6つあるこれらのそれぞれの共通点、いくつかのこれらの要素の共通点というのを見つけてグループを作ろうとします。例えばこいつら、これなんや、フルーツですよね、フルーツ書いとくか、フルーツで、こっちはよ、これは乳製品ですよね、でさらに、このフルーツと乳製品っていうのを大きなグループに分ける、グループで囲むと、これは何なのかっていうと食品です。食品で、この食品の中には例えば肉みたいなのも入ってくるわけで、この肉の中には豚肉、牛肉っていうのがある。でつまり今、ちょっと要素が増えたんでもう一回見ようか。ぶどう、みかん、りんご、ミルク、チーズ、バター、豚肉、牛肉。今この順番で言ったけど、順番むちゃくちゃでもいいんですよ。豚肉、みかん、ミルク、ぶどう、りんご、チーズ、バター、牛肉みたいなの適当に並んでるのを、人間の頭っていうのは適当に提示されると、これ何って思うんだけど、よーく見ていて仲間同士を見つけ出すわけ。僕自身、さっき紹介した僕自身が書いた短い教科書、ペーパーライティングの教科書の中では仲間分けって言い方をしているんですが、いくつかの概念が出てくると人間というのはそれを理解するために、仲間を見つけてそれに名前を付けようとします。それがこのプロセスです。で今これを、我々はピラミッドって呼んでるわけや。なんでこれがピラミッドなのか、もう一回図を書き直すね。つまり、間違った、ぶどう、みかん、りんご、これが組み合わさって、フルーツでグループができました。で、ミルク、バター、チーズっていうのが合わさって乳製品っていうのができました。ちょっと間違った、ここかな、
乳製品で、さらにまあこっちに、ちょこちょこっと端っこ隠れちゃったけど、食肉って書いたっけ僕今、肉やね、肉っていうのがあります。でこれをさらに階層化して次の上のピラミッドとして食品っていうのを作った。でこうやってパッと見ていくと、もう今ピラミッドって言葉使っちゃったけど、こっち方向にどん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 登っていくピラミッド構造を作ってるわけです。なので、人間がこうやって物を認識するパターンっていうのは、こうグループ分けをしていくっていうことなんですが、そのグループ分けをしながら物を認識していく構造っていうのを、このバーバラ・ミントって人はピラミッド構造というふうに呼んでいます。なんで、ピラミッドを作っていくっていうのはグループを作っていくということだと、認識してもらう、考えてもらってもいいと思います。書いとくかな。ピラミッド作りはグループ作り、これはつまり認識していくということです、理解するということです、ということですと。でこれが、今回僕が説明していくものの書き方とか考え方、読み方っていうのの、根本のモデルになっています。でこのここで出てきたキーワードというのが、そうするとピラミッド化、つまりグループ化ですね。で、このグループ化にはいくつかルールがあります。グループ化のルール。これを見てみましょう。人間が物を理解する時にはグループ化というのを行います。そして人間が物を理解するためのグループ化にはいくつかルールというか、大体まあこういう方向で流れてますという方向性があります。でそれが一体何なのか。まず一つ目。グループのメンバーは最大7人です。7つですと。でこれどういうことなのかっていうと、これは人間が短時間に記憶できる、要素の最大数です。人間が短時間記録できる、漢字間違った、短時間で記録できるじゃなくて短時間に記録する、つまり短期記憶ってことね。短期記憶できる事項はせいぜい7つです。7がちょっと分かりにくいじゃないですか。7つですと。で、2つ目のルール。4から5以上のことが提示されると、頭の中に人に対して提示されると、頭は何らかの論理に従って物事をグループ化しようとします。まずもう一回この板書のところポイントを説明していきましょう。まずマジックナンバー7、これマジックナンバーって言い方僕今しなかったね。マジックナンバーって僕は読んでます。人間が同時に取り扱える事項の最大数は7つです。でただその7つですら点でバラバラに出てくるとわからないんや。で、なので人間4から5以上の4つから5つ以上のことが同時に提示されると、頭の中でそれを理解するために論理的にそれらの事項を結合しようとします。でそれによってグループを作ろうとするということです。なので、この2つのキーワードというのは、1つマジックナンバー7っていうのと、4から5以上の時には論理的な規則に従ってグループ化するということです。でじゃあこの論理的な関係、論理的にグループ化していくというのはどういうことなのかと。論理的な関係に基づいて
グループしていくかと、グループ化していく、論理的な関係でグループ化するとは、で、論理的な関係に基づいてグループ化するために必要なのは次の2つです。1つ必要なのはって書いておくか。1つは共通点。共通点っていうのももうそれ自体が一つの、論理なんですよね。機能っていう考え方なんですが論理です。あ、共通的って書いてある。共通点です。でもう一つが、そのものの論理。これは、別の言い方をすれば関連性という言い方もできます。なんでこれちょっと分かりにくいんですが、この、この板書の表題で書いてある論理的な関係っていうのと、この2番で出てくる論理的な関係性っていうのはヒエラルキーが、概念のヒエラルキーが違うので、こっちの方がより一般的な意味で使ってます。でこの一般的な意味での論理的な関係の中に2つあって、1つが共通点っていう関係で、もう1つがより、ピンピンの意味でというか具体的な意味での論理的関係性ということになるわけです。OK、でこの論理的な関係性がどういうものなのかっていうのは、この授業でこの後、このシリーズでこの後の中で、後でどんどん説明していくことになります。で、もう一つこの共通点を見つけるっていう言い方をこの中で、ちょっと戻ろうかな。でこのそうか、さっきも言ったけどこの論理的な関係性っていうのはこのシリーズの中で後でおいおい進めていくことになります。で今日まず1個目の点、共通点というのを考えてみましょう。でこれが、これ自体も実は論理なんですが、これは機能というものの考え方で、作っていくことになります。機能って書いておくかな。ピラミッド化、機能によるちょっと今論理が混乱したんで、もう一回、ざっと戻って説明しましょう。今我々が考えているのは人間が物事を理解するための、流れです。でそこでポイントになるのがグループ化をすると、与えられた概念をグループ化するということです。で、ここの中でも特に今注目しているのがこっちですね。いくつかの概念、特に4から5以上の概念が提示されると、人間はそれを頭の中で何らかの論理的な関係に従ってグループ化しようとしていきます。でその論理的な、関係というのは大きく分けて2つある。で1つが共通点を見つけるという方法で、もう1つがよりちょんちょんに、ちょんちょんな意味での、論理的な関係性に注目するということです。で今ちょっとなんか雑な言い方をして逃げ切ったんですが、このうちのこっちっていうのは、機能と機能的な論理関係というふうに言うものです。これは今から説明します。もう一つこっちのいわゆる論理関係っていうような意味合いで使ったのがこれが演繹っていう方法で、これはこの授業の中でまたおいおい出てきて丁寧に説明していくことになりますということです。ではまずこの機能という方を見ていきましょう。でなので今考えているのは機能法によってグループ化をしていく、概念のグループ化をしていく、つまり機能によってピラミッドを作っていくということです。でこれはよりシンプルな意味でのグループ化です。で、グループ化のポイントはさっきも出てきたことの繰り返しになるんですが、これは共通点を見つけると、概念の共通点を見つけることでグループ化していくということになるわけです。でそうすると、いくつかのグループが できてくるよね。で、このグループのさらに、グループ1、グループ2、点点点点点っていうのが出てくる。で、このさらに共通点を見つけると。で、そうするとまた、大グループっていうのが出てくるわけや。1、2、3って出てきて、さらにこいつの共通点を見つけていく。っていうことをやっていくと、どん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 より、
大きなグループが生まれて、そいつらの、共通点が出てくる。で、ここで注目するべきことは、この共通点、これを何と呼ぶか、これの名前はってことです。ちょっとくちゃっとなっちゃった。名前はっていうことです。で、グループ化する、なんとなくまとめてグループ化するってところまでは実は割と冷静にできるんです。ところがその共通点に対して名前をつける、名前をつけるっていうのは実はこの場合共通点を見つけるというのと同義語なんですが、これは実は、ジャンプなんですよ。グループの各要素を見ていても共通点の名前っていうのは出てきません。ただ自分の中で思考のジャンプがあって名前を与えるという行為になる。でその名前を与えるってことが実は理解する、認識するっていうことそのものです。って言ってもみんなちょっと分かりにくいと思うので、さっきの例に戻ってみましょう。これね、ブドウ、みかん、リンゴ、これはいいよね。で、これをグループとしてまとめて、これはフルーツだっていうのを言いました。で、あたかもこれ今知ってて、これフルーツっていうものがあって、それを知ってるんですよっていうふうにみんな普通にさらっと考えちゃったかもしれないけど、実際にはこれ違うんですよ。具体的なブドウ、みかん、リンゴっていうものがあるところから、それをまとめて、これらの共通点を表現する新しい概念、フルーツっていうのを出してきたわけです。例えばね、みんな、ブドウの絵を描いてくださいって言われたら描けるよね。で、みかんの絵を描いてくださいって言われたら描けます。リンゴの絵も描けます。ところが、フルーツの絵を描いてくださいって言われたら何の絵を描く？みかんの絵とか描いておけばいいと思う？違うよね。それはフルーツの絵じゃなくてみかんの絵でしょって言われたらどう答える？やんな。で、リンゴの絵もそうや。それフルーツの絵じゃなくてリンゴの絵じゃないですか。で、じゃあブドウ、みかん、リンゴ全部描いとけばいいじゃないの。一つ持ってあるフルーツ盛りみたいなのを描けばいいんじゃないのと思うかもしれないけど、それは実はやっぱりそれブドウとみかんとリンゴの絵じゃないですかってことです。なんでフルーツっていうのは実はこの具体的なブドウ、みかん、リンゴから出てきた抽象的な概念なんですよ。で、さらに同じこと考えられる。フルーツの絵っていうのはまだなんとなくイメージ湧くかなと思うけど、フルーツと乳製品と肉を合わせた食品の絵を今度は描いてくださいって言われたら分かんないよね。バターの絵っていうのを描けます。でもそれはバターの絵ですよね。で、牛肉の絵っていうのもまあ変な絵になっちゃうけど描ける。でもそれは牛肉の絵ですよねってことで、じゃあ食品の絵を描いてほしいんですよって言われても、いやそれはまあ食品って分かる分からないって言われるもちろん分かります。でも具体的に絵で描くっていうと難しいっていうのはそういうことなんですよ。つまりこの一個一個のものっていうのはかなり具体的な概念です。で、そこから共通点を見つけて抽象的な概念を出して、それをどんどん抽象的に上に上がっていく、抽象度を上げていく、これがグループ化です。で、そしてこれが実は人間が物事を理解するプロセス、つまり人間は物事を理解するときに具体的なものから始まってどんどん抽象的なものを作ってるんですよ。で、抽象的なものが最終的にできると実は理解が完了したっていうことになるわけです。なんでちょっと、ノートを用意してこなかったところなのでちょっと脱線しちゃうんですが、この、予定からはちょっと脱線するんですが、この授業のテーマなので、読む技術の番外編、番外編、術が間違ってるから、いや、番外編、要約というのを考えてみましょう。要約ってみんな多分小学校の時とかによくやらされたと思うんですよね。例えば半ページぐらいの文章を読んで200文字で要約しなさいとか。で、僕は例えば論文なんか読む時でもみんなに勧めているのはパラグラフの要約を作ることです。パラグラフっていうのがあんまり日本では重要しない概念だから言われてもちょっとイメージ湧きにくいかと思うんですが、日本語だったらここがインデントって言って少し空白が開けて始まってるところで、最近のネットの文章とかだったら空行が開けてあるよね。で、大体全部で、4、5文ぐらいで構成されていて、行にすると4、5行ぐらい、やっぱり4、5行ぐらいの行になってる、こういう塊です。で、これを一言一文で要約するっていう練習をすると、
文章の理解というのはだいぶできるようになってきます。でさらにこれを一文で要約した後に、今度は例えばチャプター1とか、ね、例えばこれはこの、セクションにしとこうか、第一節、セクションにしておきましょう。セクション1、セクション1には例えば3つパラグラフがあるってなったら、そのそれぞれのパラグラフを1文1文1文で3文で要約するわけや。で今度はこの3文を見て、それをさらに1文で要約しますということをやる。そうするとこれ実は、こっちが底でこっちが上のピラミッドですよね。なんでさっき言ったように人間の頭っていうのは、ものを理解するときにピラミッド構造、グループ化をしながらピラミッド構造というのを作っていきます。でそれを実際にやっていくことで文章を読むとかなり理解が深まるということです。例えばここだったら一つのパラグラフの中に例えば5文ぐらいあるのが標準なんや。でこの5つの文章を理解して、その論理関係で、特に 今僕が喋ってた例では機能法に基づいて、共通点というのを見つけて、それを一文で説明すると。でさらにこの3つの1文なんで3文、これの共通点というのを見つけて1文で要約するということをやるわけです。そうすると実はこの1文がこのセクションのタイトルになっているとなっていたら、まあ正しいということです。でもし、このセクションタイトルとこの1文がずれていたら、みんなの要約理解が間違っているのか、もしくは作者の意図がずれているのかっていう、どっちかやってことになるわけです。いいかな。これちょっと読む技術という意味での番外編でした。じゃあ、本来の本筋に戻りましょう。そうか。なんで、今までのところざっと復習するね。今、議論しているのは、人が情報を理解するというパターンを、そうか、まずここからいこうか。文章を分かりやすく書くためにはどうしたらいいか。でそのためには書き手の考え方と読み手の理解の仕方というのを一致させる必要があります。そのためには理解、読み手の頭の中の理解プロセスを理解する必要があると。で人間はじゃあどうやって情報を理解しているのかというと、いくつか提示された概念をグループ化して、それを階層化していく傾向があると。それによって物事を理解しています。でそうするとそれはこういうふうなピラミッド構造、下から上に行くようなピラミッド構造を作りますということです。でこの人間が物事をグループ化するにはルールがあります。それの、今注目しているのがここですね。4から5以上のことが提示されると何らかの論理に従ってグループ化する。でこのグループ化するための論理には大きく分けて2つあります。1つが共通点に注目する方法、これがいわゆる機能です。もう1つは文字通り論理的な関係性、狭い意味での論理的な関係性に注目する方法で、それは演繹法というふうに言われます。でこの演繹に関してはこの授業またシリーズの後の方で戻っていくので、今置いておいてください。その上でこっちの機能的共通点に注目してピラミッドを作っていくというところに注目しましょうと、やってみましょうということです。で具体的にはどうやるのかっていうと、概念がいくつか提示されたらそれの共通点を見つけると。でそれをいくつもの、この共通点がグループの名前になるわけや。でそのグループをいくつも作って、今度はそのグループの間の共通点を見つけて、グループのグループを作る。でそれに名前をつける、共通点そのものやね。でさらにそれをもう一回やってっていうのを繰り返していくとピラミッド構造が作られますということです。で今は書く技術のために物事の理解の方法というのを説明したんですが、これを読む技術としても使えますというのがこれやね。書いてある文章をパラグラフごとにそれぞれ要約して一文にする、さらにそれを要約して一文にする、ピラミッド構造を作るということで、割と難しい文章でも読めるようになってきますということです。では、次、書く立場、どうやって書くか、書く技術の方に戻りましょう。書く技術、どうやってピラミッドを作るのか、ピラミッドを作る方法です。これには2つ、大きく分けて2つあります。1つがトップダウン型で、もう一つがボトムアップ型です。では順番に、トップダウン型とボトムアップ型見ていきましょう。
まず、トップダウン型1、トップダウン型っていうのは物の書き方の今話をしてるのね。ピラミッドを作る方法、ピラミッドを作る方法、ちょっとこれミスリーディングでしたね。ピラミッドを作る方法って今言ってるのは、概念バラバラにあるところからピラミッド構造を見つけていくっていうことではなくて、あくまでもそれを見つけた上でどう表現するかという話です。その視点で考えるのがこのトップダウン型です。なんで自分自身はもうピラミッドを作って理解しているというところから進めます。で、トップダウン型に書いていくものを説明していく時のポイントは方針、重要な方針です。これはまず全体像を要約する、考えを述べると。まず今から話す全体を要約する考えを述べる。でその後個々の考えを一つ一つ説明していく。で、これどういうことなのかっていうと、さっきのこれでいこうかな。こっちで言えば、例えばこのさっきの例でいくと、まず僕は今から食品の話をしますっていうのを言うわけや。で、この食品の話として、食品の中にはフルーツというのがあって、フルーツと乳製品というのがあります。フルーツ、乳製品、肉というのがありますと。で、さらにこのフルーツ、今から僕はまず最初の章ではフルーツについて述べます。でフルーツに関してはブドウ、みかん、リンゴとあって、それぞれ一つずつどういうものなのかを説明していきたいと思いますっていうふうに話を進めていくのが、トップダウン型に話題を配置して説明していくということです。で、そのためには、それがさっき言ったやつよね。さっき僕が実際にフルーツの例でやってみせたのが、まず全体を要約する考えを述べる。で次に個々の考えを一つ一つ説明していくということです。でなんでこの方針が重要なのか。なぜ重要なのかっていうと、これをやらないと聞いている方は、読んでいる方でもいいね、自分で勝手にポイントをグループ分けしてしまいます。でそうすると、読んでる方が何らかのピラミッドモデル、要約する考え方っていうのを持って説明してるはずなんや。ところがそれを最初に説明してないと、聞いてる人間はもう理解したいから、最後まで聞かずに自分でどんどん勝手にポイントをグループ分けしていってしまいます。そうすると僕自身が説明に使おうとしている要約する考え方っていうのと、聞いてる方、読んでる方が作り出したポイントっていうのがずれちゃうんですよね。そうすると書き手と読み手が異なったモデルに基づいて議論するということが起こって大混乱するということになるわけです。これ×と。いうことになるわけです。でこれが、僕自身が割といろんな人のレポートとかを読んでいて分かりにくいなって感じるときはこれですね。結局最初に、ポイントが書いてない、ポイントっていう別の見方でこのテキストを扱ってるから、全体を要約する考え方を書かずに個別のことを順番に、多分書いてる方としてはやった順番に書いてるんですよね。こういう実験をしました、こういう実験をしました、こういう実験したらこうなりました、これやったらこうなりましたってなってるから、こっちとしてはそれを段階的に理解していくためにも
適当に自分なりにポイントを作りながら読んでいかないといけなくなっちゃうんや。でそれがたまたま書いてる人間の考えと一致してると分かりやすいんだけど、それがもうずれちゃってると、読んでる方としてはなんでこの人こんなこと言ってるのみたいなちんぷんかんぷんな文章になってしまうわけです。でなのでトップダウン型で説明するときっていうのは、まず全体を要約する考え、まず全体を要約する考えを述べて、その後に個々の考えを一つ一つ説明していくということになるわけです。で、もう一個このトップダウンに関して、まとめ、トップダウンのまとめって書いておくか、まとめ、トップダウンで書かれた文章が分かりやすいっていう時には、つまり分かりやすいトップダウンのトップダウン文章は、情報を矛盾なくピラミッドで表現している。情報を矛盾なくトップダウンに並べて、つまり上から下ってことだよね。ピラミッドで言えば上から下の順番で、表現している。でこれ一応ピラミッドの図で書いておくと、一番頭に要約するアイデア、全体を要約するアイデアがあって、その下に各ポイントというのがこう並んでますと。で説明の流れはこっから始まってこういうふうにいくよということです。いいかな。で次、今日の講義の最後のポイントですね。ボトムアップ、トップダウンと並んで、もう一つのピラミッドの作り方、ちょっと戻ろうか。ここですね、ピラミッドを作る方法、第2の方法、さっき説明したのトップダウン、次がボトムアップです。ボトムアップ見てみましょう。ピラミッドの配列の仕方、作り方にしとくか。ボトムアップ、ってここからボトムアップです。で、このボトムアップの方法というのは、どうやってやっていくのか、ルールがあります。まず、一つ目、これ実はさっきから何度も説明している方法なんですが、さっきの説明実はボトムアップで、物事を理解するって意味ではボトムアップで言ってたんですよね。説明じゃなくて理解の方はボトムアップで起こります。つまりもう一回書くと、各々のポイントを論理的にグループ化する。で、今までの説明だと、この論理的にグループ化するの論理っていうのはあくまでも機能で共通点を見つけるっていうふうにしてたんですが、今はピラミッドを作るより一般的な方法では、ここは狭い意味での論理的、つまり演繹でも大丈夫です。ただ今はグループ化というところだけ注目しておきましょう。各々のポイントをグループ化すると。で、さらにグループをさらにグループ化すると。グループのグループを作るということです。で、そうやってやっていくと、下から始まってまずグループが生まれて、このグループのグループというのがさらに生まれてというので、下から上にピラミッドができていく。つまりそこ、ボトムから始めてアップに至るので、これをボトムアップ型と呼ぶわけです。で、このボトムアップの方法にもいくつかルールがあります。今下から始まって上に登っているというのは、なんでスタート地点ここですね。ここから組んでいくためのルールです。ボトムアップのルール、
ボトムアップでグループ化するためのルールです。まず1、グループのメッセージ。これはグループ名ですね。今メッセージって言い方をしたのは、例えばパラグラフだったらそれ、いくつかの要素を合わせて一つのパラグラフができるんですが、そのパラグラフが何かメッセージを伝えようとしているからです。なんでメッセージという言い方をしました。ただ今までの議論でいくと、このグループ名っていうことになると思います。でこのグループのメッセージ、グループ名というのは、下のポイントを要約するものであること。つまり下のポイントっていうのは具体的なポイントや、それを抽象的に一言で、まとめて言っちゃえばこういうことですというのを表現する。でそれが要約です。でそれがこのグループ名とかグループのメッセージになるってことです、にする必要があるということです。で次、それぞれのグループ内でのメッセージ、あメッセージじゃない、メッセージでも要素でもいい、ポイントって書いておくか。ポイントは同じタイプのものであること。これ例えばちょっと分かりにくいんで、さっきのまた食品の例に戻ってみましょう。ぎゅっと戻ってここね、例えば一つのグループに入っているのがブドウとみかんとリンゴ、それぞれ具体的なフルーツの名前ですよね。でこれは同じタイプなんで OK です。でところが、ブドウ、みかん、食品、ブドウ、みかん、食品、食品、みかん、ブドウ、この3つっていうのはグループにはできないんですよ。なぜならブドウとみかんっていうのはかなり具体的なフルーツの種類ですよね。でところが食品っていうのはより抽象的なものです。これ抽象度が違うんで、同じ、類のものという同じタイプのものというふうにはなりません。これは多分グループの作り方が間違っているので見直してくださいということになるわけです。こういうパターンはいいかな。で、それがグループ化、ボトムアップでグループを作っていく時のチェックポイント2です、ルール2です。で3、各グループ内のメッセージは、メッセージとかポイントは論理的に順序付けられていくこと。でここで論理的っていうのはさっきもずっと何回か出てきたよね。機能とか演繹で考えましょうっていうことです。でただその話もう出てきたじゃないですかってみんな聞いてると思うかもしれないんですが、ここで新たに出てきたのはこれです。順序付けです。なんでどういうことなのかっていうと、さっきのこの図でもう一回こっちの図でいこうかな。これ3つ並んでるよね。1個2個3個並んでます。でこの書き方だったら実際に文章で書くときにはこれどういう順番で書くのってことです。1,2,3 って書くのか、例えば1,2,3で書くのか、いろんな書き方ができるよね。でそれはじゃあどういう順番に並べたらいいんですかっていうのがこの、ボトムアップでのグループ化のルール、ボトムアップで文章を書くためのルール、グループ化って言うと違うね、文章を書くためのルールやな、これのルール3ってことです。この順序が何らかの論理性を持っていないといけませんということです。っていう と、ちょっと分かりにくいと思うんで、具体的に、4つパターンを挙げてみましょう。例ではなくパターンですね。続き、順序、論理的な順序とは、ここでは4つ例を挙げていきましょう。まず1つが演繹の順序。でこれさっきノートの手前のところで出てきた、機能の順序、機能的な論理と演繹的な論理っていうので
後で詳しくこの授業のシリーズの中で出しますって言ったのがこれですね。でこれ今日もちょこっとだけここでだけ出てきます。でこれは詳しいところはやっぱりこの授業 のシリーズの後の方でってことになるんですが、演繹的な順序っていうのの考え方は、例えば三段論法、大前提というのが出てきて、小前提、次に小前提を提示して最終的に結論を出すと。これが例えば演繹的な順序と呼ばれるものです。その全体のこのグループですよね、このグループの中のこの3つっていうのをどういう順番で出すのか。で今だったら1,2,3って並べるんだったら、演繹的な順序だったら大前提、小前提、結論という順番に並びますよということです。で次、これちょっとまあ慣れてこないと頭では分かると思うんだけど、慣れてこないと分かりにくいところです。で次はもっとシンプルです。時間の順序、これまあ分かりやすくて、いいんですが、割とレポートを書くときに何も考えずみんなこれでやっちゃうってパターンが多いのもこの時間の順序です。つまり、まず最初に何をやった、1番目に何をやりました、次に何をやりました、でさらにその次に何をやりました、で最後に何をやりましたっていう順番で書いていくってことです。例えばやった順とか出てきた順っていうので書いていくっていうのが時間の順序です。でこれは分かりやすいけど必ずしも最適でもないと。これが最適な時もあればそうじゃない時もある。ただ一番目立つんでみんな何も考えずに時間の順序でやるパターンがあるんで、それはそれでちょっと気をつけてくださいということですが、どっちにしろこれが論理的な順序の2つ目です。で次3つ目、構造の順序。これは実際に空間的に存在する構造とか、もしくはまあアイデア自体がある程度空間的なモデルに基づいて把握されているときに、その構造の順序に基づいて書いていくということです。例えば一番世俗的な例だと東西南北で書いていきましょうってやつやな。であとは例えば装置の説明、光干渉系の説明なんかをするときやったら、光が出てきてから、光が光源から出てきてから計測器にたどり着くまでの流れ、その構造に従って説明していきましょうっていうパターンです。例えばまず光源の説明をして、次に干渉系、干渉系の説明をして、最後に計測器と計測器の説明をしますというような流れ、これも構造の説明です。で最後ちょっと分かりにくいのが比較の順序です。でこれ例えば3つぐらい方法があって、何かをするための方法っていうのが3つぐらいあって、でその方法を順番に比較していくと、でこれとこれを比較するとこうなります、これとこれを比較するとこうなります、でその組み合わせで順番に説明していきましょうっていうのが比較の順序っていうことですかな。でこの比較の順序ってまあちょっと特殊というかちょっとトリッキーなんで最初は分からなくていいと思います。ただ 1,2,3 この最初の3つに慣れてくると、これも、結局はこいつらのアリウがこっちに流れ着いていったりするので分かるようになってくると思いますということです。でこれがもう今日の最後のポイントかな。で、じゃあ今日の最後のポイントはたどり着きました、ボトムアップで文章を書く方法、のまとめです。ボトムアップでいい文章を書くには、まず、1メッセージ、もしくはポイントをボトムアップに並べると。これはまあ当然ですよね。でその後重要なのがここです。さっきのルール1から3に照らし合わせて、このルールに従っているかどうかをチェックすると。
するというのが重要ですということです。で、このルールっていうのはこれですよね。まず最初にグループ化のメッセージ、下のポイントを要約するものであるかどうかっていうのをチェックしますと。で、さらに各グループ内のポイント、メッセージっていうのは全部同じタイプのものであるかどうかをチェックしてくださいと。で、さらにその並びというの、各ポイントの並びが論理的に順序付けられていくか、いるか。具体的にはこの4つ。演繹の順序、時間の順序、構造の順序、比較の順序、このどれかに当てはまっているかどうかっていうのをチェックしてくださいということです。で、以上が、今日の、ミントの教科書の第1章のポイントでした。で、一応これ締める前にざーっと全体復習してみましょう。この板書の話とかいいかな。ミントのところ行こう。今日、話をしたのは、なんで、我々はピラミッド構造、このミントの教科書っていうのはピラミッド構造というのに着目して文章を書いていきます。で、それがなんでなのかっていうと、なぜなら人間というのは物事を理解するときに頭の中でピラミッド構造を作るからです。で、じゃあどうして我々はそのピラミッド構造、文章を書くために、なんでそのピラミッド構造を頭の中の考え方というのを理解しないといけないのかというと、実は分かりにくい文章というのは書き手の考え方が読み手の頭の中の理解プロセスと合っていないところから生まれるものだったからです。で、この書き手がものを考えるっていうプロセス と、読み手が理解するプロセスというのは違うってことですよね。で、この読み手がものを理解するプロセスがピラミッド構造ってことです。で、じゃあピラミッド構造一体何なのか。人間は情報、物事を理解するときに、必ずポイントのグループを作って考えようとします。さらにこのグループを階層化していきます。具体的にはこういうことですよね。ブドウ、みかん、リンゴからフルーツっていうのを作って、乳製品、肉。で、さらに上のヒエラルキーの要約概念というのを作っていくということです。で、このグループ化、人間が行うグループ化には2つルールがあります。1つはマジックナンバー7。7つ以上のポイントというのは人間は短期記憶に入れられないので、グループ化できないということです。で、もう1つは4から5以上のことが提示されると、頭の中は何らかの論理に従ってそのグループに名前をつけることで、抽象化しようとしていきます。グループ化する、つまり抽象化しようとしていきます。で、この論理的な関係、頭が見つけようとする論理的な関係には大きく分けて2つあります。1つが共通点を見つける、これを機能という考え方です。これは機能という考え方です。もう1つが論理的な関連性、狭い意味での論理的な関連性を見つける、これが演繹という考え方になります。で、このピラミッド化というのも、ピラミッド化っていうのはボトムアップで積んでいくと機能になると。ピラミッド化自体は基本的にはそこから常に起こることになるので、機能によって行われることになりますと。で、この機能による、ピラミッド化どうやってやっていくのかというと、いくつかのポイントがあったらその共通点を見つけてそれに名前をつける、これが抽象化なんですよね。で、このいくつもの名前のついたグループをさらにグループ化して共通点、名前をつけるということです。で、それを繰り返して最終的に一番抽象的な名前をつけるということになります。で、ここから今度はスタートして、読み手というのは理解をしていくということになるということね。で、さっきの、ピラミッドを作りながらものを理解するという方法を今度は読む技術、論文を読む技術に応用することもできます。で、論文で言えばパラグラフっていうのは5つぐらいのポイントが並べて1つのポイントが主張してあるという構造です。なので1つのパラグラフ5文ぐらいを読んで、それを1文の共通点で、その5文の共通点というのを見つけて1文で要約する。それを全部のパラグラフに対してやっていくわけや。で、そうすると例えば1つのセクションには3つとか5つ、3つから5つぐらいのパラグラフがあるので、それを今度はさらに1文で要約する。で、これを繰り返していくことで論文の論理構造というのを把握することができますということです。で、次に実際にじゃあ書くっていう立場でピラミッドをどうやって作るのかっていうのを考えると、それには2つの方法がありますということでした。1つがトップダウン、もう1つがボトムアップです。で、順番に見ていくと、トップダウン型というのは、まず全体を要約する考えを冒頭で述べた上でピラミッドの個々の要素の構造を説明するという方法でした。で、そのためにあらかじめ書いてる人間は頭の中でピラミッド構造を作っておかないとダメっていうことなんやけど、まあそれはまたおいおい見ていきましょう。で、もう一回トップダウンですね。まず全体を要約するアイデアを説明して、その後でそれぞれのポイントを説明していくということです。
で、次にこうやってボトムアップでやっていくと問題になるのが、このいくつもある要素どういう順番で説明するかということです。で、このボトムアップ化にはルールが、ボトムアップにはルールがあります。で、それがこの3つです。グループの1つ、ボトムアップで物事を、あ、すいません、ごめん、この順番というのはこの先の話だね、ごめん。ボトムアップの構造をまず作るためのルールというのがありましたという話です。で、この、ボトムアップのルールというのはまず3つあって、まず1つがグループのメッセージ、この抽象的なポイント、こいつです。これがそれぞれ下のこいつらを要約するものであるかどうか、ある必要がありますというのがルールです。で、次、グループ内の各ポイントは同じタイプのものであること、つまり例えばリンゴ、みかん、ぶどうみたいな、この3つっていうのは全て同じ抽象度を持った同じものです、同じ具体度もしくは抽象度を持った同じものですということです。例えばリンゴ、みかん、食品っていうのはグループにはできませんよっていうことですね。で、3つ目のルールが、この並んでいる要素っていうのが論理的に特徴付けられているかどうか、論理的に関係付けられているかということです。で、この論理的な、順序っていうのは4つあって、1つが演繹の順序、大前提、小前提、結論というやつ、もう1つが時間的に最初にこれをやった、次にこれが起こった、で3つさらにこれが起こったっていう時間的な流れです。もう1つ考えられるのが構造の順序、例えば東西南北でもいいし、実験装置、光の実験装置だったら光源から始まって計測器に至るまでの光の流れでも構いませんということです。まあ、実はこれその場合はこっちの時間の順序っていうのと微妙に絡んでくるんですが、まあ、あの物の考え方として、ある程度分けて考えられますということです。で、さらに比較の順序っていうので、こういう比較、こういう比較、こういう比較、これと比較したらこうだった、で次にこれと比較したらこうだった、こうだったっていうので最終的にどれが残りましたみたいなのを主張する、それが比較の順序ですね。で、実際にボトムアップでいい文章を書くためにはどうしたらいいのかっていうと、まずメッセージをボトムアップに並べてピラミッド構造を作った上で、先ほどの全体の流れ、ごめん、ルールです、ボトムアップのこの3つのルールで、さらにこの3番目っていうのをこの、順序付け、この4つっていうのがあるんで、この、3つそのうちの1つはさらに4つに分かれる、このルールと自分の作ったボトムアップの構造というのが、きちんとコンパチになっているのかどうか、一致して、きちんと抵触せずにきちんとルールを守って作られているのかというのを確認してくださいということです。で、それによってボトムアップでいい文章を書けますと。で、以上、最後ざーっと全体を見ていったんですが、これが、今日のポイントになります。なんでまたこのビデオを見直してもいいし、自分できればビデオを見直せるのは自分のノートを見直して、もう一回さっき僕が最後にやったように説明し直してみるといいと思うんですが、それができれば、今日の講義は理解しているということだと思います。では、そこを、意識しながら今日の課題を出していきましょう。今日の課題です。今日の課題は、割とシンプルです。本日の講義を ノートにまとめて、ノートっていうのはあのこの授業でも出てきたけど、一番基本的な技術文書、一番パーソナルな技術文書だったの、プライベートな技術文書です。これを、なんでそれを書く練習も兼ねて、本日の講義をノートにまとめて写真で提出してください。そのノートを写真に撮って提出してくださいということです。で、提出の仕方、後で、Teams の方でアナウンスするので、それ見てみてください。で、ただ、このノートを作るときに、板書の書き写しとか、板書のメモではなく、自分なりに、今回の講義の、論理構成を理解して、ピラミッド構造
ピラミッド構造で理解していった方がいいかな。論理構成をピラミッド構造で理解して、ノート化してくださいと。でこれは例えば、今回の講義の中に例えばね、これはつまりセクションタイトル、サブセクションタイトル、なんかをつけて、セクションタイトルやサブセクションタイトルなんかをつけて、今回の講義自体の構造を明らかにするということも含まれますということです。セクションタイトル、サブセクションタイトルっていうのはサブセクションの中身っていうのがそれぞれのポイントや、でそれを要約するのがサブセクションタイトルで、そのサブセクションっていうのが一つのグループだから、そのいくつものサブセクション、いくつものグループをまたグループ化して今度は名前をつける、それがセクションタイトルになるってことです。なんで、今日聞いた講義を自分なりにセクションタイトル、サブセクションタイトルっていうのをつけて構造化された目次みたいなのが作れれば、それは、君は少なくともこの講義の構造自体は、論理構造は理解してました、できましたっていうことになるわけです。なんで、この今日の実習というつもりで、自分今回の講義ノートというのを1回まとめて、写真に撮って提出してくださいということです。でこの提出の仕方というのはTeams でアナウンスをしますので確認してください。それでは今日は以上です。